信頼性、実用性、燃費の良さを兼ね備えた人気の小型 SUV。 2025年のホンダ CR-V はその顕著な特徴と要素はここに示されています。2024年モデルと同等の寸法を維持しながら、 CR-V はコンパクトなフットプリントと広々としたキャビンを両立させるでしょう。長さはほぼ182インチ、幅は約73インチ、高さはほぼ67インチになると予想してください。強いグリルと小型の LED ヘッドランプによってより攻撃的な外観になる可能性があります。統合型フォグランプや彫刻的なボンネットなど新しいデザイン要素も含まれる可能性があります。赤い改良されたテールとより目立つバンパーが後ろにあれば、スポーティーな外観を作り出すのに役立ちます。上級トリムでは標準装備のルーフレールが利便性を向上させます。前席と後席の乗客に十分な足元スペースと頭上スペースを提供する2025年モデルのホンダ CR-V は、広々とした快適な室内を実現しています。キャビンは手入れの行き届いた高品質な素材と仕上げのおかげで、洗練された贅沢な雰囲気を醸し出しています。スタンダードは約9インチの理解しやすい配置の大きなタッチスクリーンパネルかもしれません。上級グレードにはラグジュアリーオーディオシステムとワイヤレススマートフォン接続が搭載されるべきです。通常さまざまなエンジンが用意されている CR-V はハイブリッドの選択肢とターボチャージャー付きの4気筒エンジンを提供しています。これらのパワートレインを変更することで2025年モデルは燃費と性能を向上させるかもしれません。ホンダは電動化を強調しているため、航続距離を伸ばすためのバッテリー技術を強化したハイブリッドモデルが主要な選択肢であり続けるでしょう。ターボチャージャー付きの 1.5 リッター直列4気筒エンジンが約190馬力を提供し、最も安いモデルでもまだ最大の効率とパワーを得るためにハイブリッドモデルは0リットルエンジンと電動モーターを組み合わせて動作するかもしれません。オプションの前輪駆動は引き続き利用可能であり、多くの運転環境でトラクションと安定性を向上させるかもしれません。ホンダセンシングはアダプティブクルーズコントロール、レーンキーピングアシスト、自動緊急ブレーキなどの高度な安全技術のセットであり、おそらく2025年の CR-V に搭載されるでしょう。2025年モデルのホンダ CR-V のトリミングレベルは多様であると予想されています。一般的なトリムには LX、EX、EXL、ツーリングなど機能のレベルが徐々に向上するものが含まれる場合があります。さらにスポーティーなバージョンや特別仕様車が導入される可能性があります。価格はおそらく競争の激しい小型 SUV 市場に合わせて設定され、通常は手頃な範囲から始まり、追加機能や選択肢によって上昇するでしょう。Thanks for watching.